宮沢カレンです。年齢は24歳で、東京都の小笠原諸島にある母島という島から来ました。職業は普段は介護の仕事をしています。自分の探求を自己探求をしたくて応募をしました。自分の好きなもの嫌いなものだけじゃなくて、どんなことが得意か苦手かを考えて、自分のことをもっと探求して、できること、自分にできることを明白にしたいなと思っています。アピールポイントは、どんな状況でもすごく楽しむことができるのと、今目の前で何が自分にできるかを考えて動くことが得意です。はい、正直まだ不安の方がたくさんあるんですけれど、少しずつ少しずつ楽しんでいけるようにしていきたいと思ってます。